はい、こんにちは。西荻フレンドリースクール事務局の松浦です。西荻フレンドリースクール公式ブログ、幼児教育支援 .com 動画版。本日のテーマ、泣いている子供への関わりです。それでは、西荻フレンドリースクール講師の今野慎介先生、よろしくお願いいたします。はい、どうも、こんにちは。はい、まあ、泣いてるときもいろいろあると思うんですよね。なんだかその寝起きで気分が悪くて泣いてるとか、なんか悔しくて泣いてる、悲しくて泣いてる、痛くて泣いてるとか、まあ、それぞれシーンはあると思うんですけれども、その、どちらにせよ、まあ、泣いてる、だったら、まあ、なだめたりとか、静かにしたりとかしなきゃいけないというところがあると思うんですけれども、新助さん、普段どのように関わってるかなということで、聞いていこうかなと思います。なるほど。はい。そうだな、いろんな場合があるけど、例えば、そうだな、施設での仕事、児童養護施設での仕事、はい、の時で泣くっていうパターンでいったら、やっぱり転んで怪我したとか、他の子と喧嘩したとか、他の子に物取られたとか、まあ、そういうふうなことで、あとはまあ怒られて泣くとか、そういうパターンがいっぱいあるけど、何にしてもまず共感、平気平気とか言っといてもダメだし、まあ、子供にとっては平気じゃないから泣いてんだぜってことになっちゃいますもんね。落ち着くまで一人でいいなとかいうのも、まあ、そうやる人もいるけど、僕はそれはあんまり良くないかなとは。それにどっちかというと放置っていうか、なんだろうな、関わらない、対象になってない、そう、対象になってないと思うんで、で子どもの信頼関係をそこから築けるってことも結構大きいので、とりあえずまずは共感してあげるってところからが一番いいかなっていう。泣いてる子って結構かたくなに口閉ざしたりとか喋んないなったりとか、ね、頑固ちゃんになっちゃったりとか結構大変なことになっちゃうんだけど、まあ、何してもやっぱりこう転んだんだったらもうどんなにちっこいやつでももう痛いよね、最高に痛いよねそれみたいなことを結構大げさに言って、僕とかも、大丈夫とか言ってね、やると、じゃあ向こう笑っちゃうっていう、笑わせると結構強いよね。あ、そうそうそう。だから、ね、泣いてるの忘れちゃうっていうかね。結構すごい、反応をちょっとデカめに、痛いよね、それやばいね、とか。救急車呼ぼうかとか言って、ね。折れたとか言うと、いや、そこまでじゃないみたいな。そう。なんかね、そういうふうな、要するに、まあ、何しても痛いっていう。ことをしっかり受け止めて共感するっていうのでね、泣き止んだりとか、あとは、なんだろうな、喧嘩したりとか、あと怒られて泣いたりとかしてるとき、やっぱ2人体制でやったりしたときは、例えば職員に怒られて、半分すねて泣いてたりとか、納得いかないよとか、そうあんな言い方ないじゃないかとか、ね、ありますもんね。あとは別な職員が、だったらお父さんとかお母さんでもいいかな、関わりに行って、大体その泣いてるっていうのは納得いかないか、もしくは、まあ、その通りのこと言われて怒ってる、図星だったからって、図星疲れて泣いてるからね、大体どっちかなんで、はい、だからこういう気持ちで今泣いてんだよねっていう。ちょっと整理手伝ってあげるというか。てか、そう、って言わせるみたいな。共感をして相手にそうだよ、って言うとか言わせると、結構こっちに意識向いてくれるんで、気持ち切り替えて、泣きながらもちゃんと話してくれたりとかするようになるので、そう。だから、泣いてる子に関して言ったら、やっぱり泣き合うまでほっとくっていうのが一つの手ではあるけれど、ある程度会話が成立する年になってるんであれば、しっかり話聞きに行ってあげた方がいいんじゃないかなっていうとこは、暴れまくってると、またこれ話が変わってくるんですけど、中にはそういう子もいるから、あとごめんなさい、ついね意地悪な質問したくなっちゃうんですけど、はい、例えばそのお父さんとかがね、日曜日に公園に行く約束をしたと、でいざ行こうとしたらなんか仕事がなんか入っちゃって行けなくなっちゃって、まあ、要は約束が守れなかったとで子供が行こうって言ってたのにって泣いちゃったりした時はどうすればいいですか？その俺やったことあるな。あ、そうですか。やったことあって、はい、めちゃめちゃ泣かれてめっちゃ怒られたんだけど、とりあえずどうにもなんないから、もうごめんねって確かに謝って、で次行くからって言っても結構子供次が信用できない、そうですね、次が曖昧だからよく分かんないから、もうしょうがないから手帳持ってきて、子供の目の前で開いて、いや今今日ここなんだよ、見てここ休みで何にも書いてないでしょ、ここはね 100% 絶対行けるんだよって、で子供の目の前でそこにその子の名前を大きく書いて、それは僕の場合お風呂に一緒に入るって約束だったんですけど、
入れなかったから、そのことについて拗ねまくってもう泣きまくって夜寝ないっていうマジかと思って、しかもその理由を何にも言わないんで、ひたすら泣いてるっていう、でもなんで泣いてるのか分かんなくてこっちは、なんで泣いてんだろうと思って、怒ってるって言って、怒ってるって、そう分かった、怒ったの分かった、じゃあ誰にと思って、俺に怒ってるって言ったらそうだってうなずくから、何にも思い浮かばなくて、でも彼に聞いても言ってくれないから、でもどうしようと思って、でも俺ひたすら考えていって、あんま何も思い浮かばなくて、一個思い浮かんだのがお風呂に入るという約束をしたけど、その時忙しくて入れなかったね。それでしょって言ったらそうってうなずいて、ガチ大泣き始まったから、しょうがないから、もうあの次の約束を守るために手帳を持ってきて、見て、絶対にここ大丈夫でしょ、OK って、この時間で空いてるから、まあ絶対にできるって言って納得させて寝てもらったっていう。じゃあポイントとしては、その次の約束だけは絶対に守らなければいけないという。あ、そうそう、でその後、ね、あの、うん、来るたんびに手帳見せてたんで、大丈夫、まだ手帳予定入ってないからって。なるほどね。そうか、やっぱり子供に対しても何かしらその見える化するのも大事なんでしょうね。見える化して真摯に対応するっていう、うん、なるほどね。なるほど。でもこの結論に至るまで1時間ぐらいかかったね。分かんなくて、本当になんでまず泣いてるのか分かんない。それ困っちゃいますね。ひたすらもう俺の目の前に立って泣いてを睨んでくるっていう、どうしてだと思って。なるほどね。そう、まあ、なかなか頑固な子だからね、あ、ほっといても絶対こいつは朝まで起きてると思って、あとはまあ年齢にもよるけど、ギャン泣きっていうか、もう泣きすぎて興奮しちゃってる子もいるじゃないですか。そういう子の場合は若干ほっとくのもありなんですか。と言っても、なんかどっか見えないところでほっとくというのも、まあ、手元に置いときながら、ほっとくと。で、同じ輪っかに入れてあげる。あ、で、ね、静かになったタイミングで、あ、泣きやんだって偉いねって。あ、なるほどね。反発入れず泣きや、静かになった瞬間に声かける。なるほどね。そういう子にはそうやってやってるから、ちょっと早く実践してみたいなって言っちゃいけないけど。でもやっぱりそのいろいろとその関わる側もトライアンドエラーでいろいろその経験積んでいくものなのかななんて思っちゃいますけどね。まあ僕なんかまさしくそういうタイプだから、いろんなこと試してみて、やってみた。そうですね。の中で一番効果があったのはこういうやり方。なるほどね。もう何百人か、もう何十人どこじゃないの。すごいですよね、新さんはね。朝から晩まで何かしら子供がいる環境にいますもんね。ね、寝起きの子も夜、寝る子も深夜起きてくる子も何でも対応したことある。そうですね。しかもね、幼児からここまで。はい。プロですよね。そう。だからね、あくまで僕のこの関わりは実践の中で僕が経験して体験してやったことだから、なんかのこう指導書とか指導法とかそういうのとはちょっと違うかなと思うけど、でもむしろ説得力あるかもしれない。全部実践でやってたやつだから。そうですよね。でもなんかたまに指導書とか面白いから読んでみると、あ、これやってるわってのがいくつかあるから。なるほどね。結構一致するものもあるというか、結局だからこうどうやって関わろうかって突き詰めて考えてやっていくと、そういう方法になっていくのかなっていうのは、まあ、きっと理論も、実践の中からそれを体系化したものですもんね。そうだから実践した後にそういう理論を勉強すると、あ、なるほどねっていう、すごい学びが深くなったなっていう、自分の行動に裏付けが取れたから、あ、これはいいわと思った記憶はあるけど、でも実際のところ僕はあんまりそういうのは勉強、がっちりはしてないんで、あくまで実践の中から。そうですね。非常に大量の実践の中からという感じですね。はい、わかりました。ありがとうございます。はい、これからもね、子育て関係の話もちょくちょくやっていこうかなと思うので、お楽しみにしていてください。はい、それでは教室からのお知らせです。西荻フレンドリスクールでは子育て、幼児教育相談会を平日と土曜日に行っております。普段喋ってるユミ先生がマンツーマンで皆様の疑問、質問にお答えいたします。子供のね、教育、子育てに関すること全般でも大丈夫ですし、もちろん小学校受験関連でも大丈夫です。体験授業も受付中です。1歳6ヶ月から年長さんまでお待ちしております。西荻フレンドリスクール西荻駅から徒歩3分ぐらいのところにございますのでね、よろしければ都内の方も県外の方もね、お越しいただければと思います。埼玉県とか神奈川県の方もいらっしゃいますからね。あと東京都も23区あらゆるところから来てますからね。そうね、はい、じゃあ遠いからって言ってる方もいるんですけれども、まあ来てみていただければと思います。はい、連絡先です。電話番号が 03-3390-0750 番、メールアドレスはinfo@friendly-school.com です。
教室では引き続き小学校受験、幼稚園受験、海外での教育、英語教育など幅広いテーマでお話をしてまいります。よろしければぜひチャンネル登録もお願いいたします。ということで本日も最後までありがとうございました。それでは失礼いたします。さようなら。さようなら。